その気持ちはわかるけど、やりたいっていう気持ちはさ、気持ちはわかるけど、その不安を解消するためのリハでもあるわけじゃん、このリハってさ。で、いきなり本番、じゃ気持ちはいけるからって言ってやって、俺らはリハやってるけどさ、下手なもん見せるんだけど、やっぱどうなんって思うけど。これは顔を描いてる。Take one of the parkers. もう一枚もう一枚か。もうそれはもう俺の中では日本のツアーは、あの至れり尽くせりツアー、海外でのツアーは学ぶためのツアーかな。まあどうせやれるんだったらもっとこう自分が見たことのない世界だったり、うん、そういう未知なる領域で、戦えるうちは戦ってみたいなとやっぱ思いますけどね。普通に緊張しますし、逆に緊張しなくなったら嫌だなとは思いますけどね。なんかこう自分もそのステージっていうものに対して、非日常でありたいと思うし、日常にしたくないなとは思いますけどね。普通にしたくないというか、はい、うん、やっぱりなんか特別なものであってほしいと思ってるし、ちょっとやっぱ夢見てたいんでしょうね。これかっこいいな。Oh my goodness, you know what I'm saying? いろいろ見ました。見ました。あっちは休憩所みたいになってました。ああ、そうですね。雨降りますね、これ。降ります？多分降りますね。最初2ヶ月ぐらいアメリカ行ったことありましたけど、ツアーで、あれはもう本当最初の方だったからね。あれ今考えたらきついっすね。まあ面白かったんですけどね。若かったんだな、きっと。何やっててもそうですけど、肉体的な辛さよりも心が折れた時が全てが終わるかな。
それはどんな仕事でもね、ダメだと思った瞬間にもう全部が終わるような感じがします。そこで折れなければ続けられる。まあ、日本のバンドが海外でやれない理由はそこなのかもしれない。まあ、本当は辛いですけどね。お疲れ様でした。感じでしょうね。想定内というか。何でもそうだけど、期待しちゃいけないよ。何を期待するんだって感じですね。うん。なんかね、うん、やることやれることっていうのは限られてるんで、その中でこう、一本一本自分が今できることをやるだけなんですけど、でそのやれること限られてる中で、何そんな夢みたいなことを思ってるんだというか、変なにそんなに人生甘くないでしょ。確かに夢は畳みますけどね、もしかしたら俺自身がそうやってこうそういうちょっとこう負の感じで、はい、囚われるかもしれないんですけど、でも、みんなが思ってる以上にそれぞれの人生は甘くないし、そんな期待できる未来が待ってるとは俺は思わないかな。やっぱ期待しちゃう部分はありますけどね。